はい、どうも、雑談使いのアタックでーす。今回、フルアーマーダブルゼータ使ってきたんで、実況していきたいと思います。さて、まず最初の組み合わせですけど、ボンファルシアと組んで、排入ガンキャノンですね。さあ、そっと排入キャノン当たる。これは美味しい。さあ、まあ、フルアーマーダブルゼータ、現在ですけど、というか、以前からあれですけど、まあ、強化も、いろいろともらっ、修正とかで強化もらってないにもかかわらず、期待勝率最強クラス、最強クラスというか、もう1位になっ、1位、2位を争う期待になってます。通り率を超えてるっていう、さあ、跳ねがかかる。まあ、理由としては、やっぱりシャフが強いなっていう。結局スーパー、火力が減ったといえ、スーパーマンの、スーパーマンあるので、ご粒子が全体的に効くっていうのはありますよ。さあ、あとは、まあ、個人的に嬉しかったのは単発ダウンの射撃チャージが、嬉しかった。まあ、魔球の時は、確かに強かったんです。前までは強かったんですけど、修正もらったら、まあ、まあ、機動力下げられた上に、結局撃ってると弾が、弾足りないっていう問題とかいろいろあったんですけど、まあ、チャージちょっと、それかなり美味しいかなっていう感じですね。さあ、ハゲガード当たらない。まあ、あとはチャージ、アシストは願いだなって感じ。さあ、ハイネに羽ガード打ったら、なんとガンキャノンに当たる。さあ、ハイネガード打ってくる。しかし、ハイネ覚醒で逃げてくる。さあ、こうなったら、まあ、ちょっと減りす、まあ、相方がすごい減りすぎてるので、まあ、どうしようかなって攻め方が結構悩みますが、まあ、ガンキャノン行きつつで。さあ、ここで、ハイネ落としたいのもありますけど、正直、ガンキャノンから、覚醒を入ってもらって、さあ、ハイメルキャノン当たる。追い切ったものが当たる。さあ、モビリティ入って、フォンファレージを突っ込んでいく。さあ、チャージちょっと当たって、ファイティング。さあ、たまらず、ガンキャノン入ったけど、覚醒が当たって、さらに、介入覚醒入ったとですけど、フォンファルシアの覚醒技になって、落ちきる。まあ、しょうがないよな、っていう感じで。まあ、やっぱり、ダメでた、本当に、もうこうなったから、3000を追うっていうより、どちらか20を落とし、2015を落とした方が早いっていう感じはあります。さあ、続いての試合ですが、まあ、修正で一気に分けされたペルティゴと組んで、まあ、バサゴと、パーフェクトですね。さあ、修正もらって、ほとんど見なくなったパーフェクトですけど、正直強くもないし弱くもないっていう、そんな感じになったかなっていう。まあ、格闘チャージで誘導落とされたっていうのはかなりでかいかな。さあ、チャージョット当たって。さあ、見てやんじゃねー。パルスにハイメグカノ当たる。さらに、チャージ、アシストのランチ当たって。さあ、アグニア効くぜって言って、さあ、エクセント学生。さあ、これは覚醒落ちかな覚醒落ち。まあ、ベルディゴは、正直、あれは、あの性能だったら、まあ、25でも許されないなっていう。正直、やりすぎな面はあった。さあ、まあ、落ちて、まあ、ここで覚醒入っていきます。さあ、まあ、エース覚醒なんで、ご利用していく感じで、さあ、メイン。まあ、ダブルデータの強みとしては、まあ、S でも選べます。
前作からの S も強いんですけど、まあ、N も強いっていうのもあるので、正直どっちでもいいって感じはあります。さあ、ハゲガンは当たらない。さあ、掴んで投げて落ちる。さあ、これは多分、バサロ見ないでしょう。さあ、エキセンドル入って、さあ、ベルティゴのアシスト当たって、浮いたところにハゲガンが当たって、あっという間に落ちる。まあ、ベルティゴの、正直、まあ、あの性能だったら、共有ロケなくすかっていうのでも良かったかもしれない。正直、誘導切りと、ファンネル一気に弱くされたっていうので、強みが一気になくなったっていうのはあります。さあ、続いての試合ですが、ハイネーガンダムと、ホビドンですね。ホビドンで、こっちがキーガンダムですね。まあ、ホビドンなんで、どう攻めるか。さあ。さあ、やり合って、さらに横か出し切りからのチャージショット。ちなみにチャージショットは、まあ、非常人的な単発ダウンの120なんで、コンボの締めはかなりいいかなと。まあ、下掛け下掛けチャージショットっていうのができるので、かなり美味しいっていうのはです。さあ、はい、ランチャー構えてたんですけど、まあ、はい、いや、当たんなかった。さあ、キーガンダムめちゃくちゃ減ってる。しかも、キーガンダムが S 角なんで、どう、正直びっくり。さあ、当たって、横得に、まあ、掴みが勝つ。さあ、掴みたかったけど、ダメ。さあ、ホビドン落ちる。さあ、ホビドン見て、さあ、スーパーまでゴリ押していく。さあ、覚醒入って、さあ、これでホビドン、もう覚醒入ってくれると助かるんですけど、さあこれが配入が、覚醒入ったのがでかい。さあ覚醒入って、さあ落ちて、まあこれどうなんだろうなって感じで、さあメイン当たる。さあこうなったからにはまあ覚醒欲しいなって感じで、さあ配入、当たったけど、さあこれで覚醒溜まったんで、もうホビドンいきます。ホビドンもうこれ1回コースだね。さあ、メイメイメイ。まあ、S 角なんて止まらないですね。結局、実弾武装がほとんどなんで、フレッシュベルク以外止まらない。正直、辛いところがあります。さあ、今回20球以上となります。ご視聴ありがとうございました。